のツボですはい。 さてさてさて、はいえー、こちらの方のお便りの束を見ておりますといろいろカラカラとお通ししておりますけれども、あこれですね、あさみのみっちゃんからもいただいておりますけれども、つぶよさん23日の本会議で可決、これあの、22日にもすでにいただいたお便りで、はい、このあさみのみっちゃんの後のお便りは、実は今日、昨日いただいたお便りなんですが、あさみのみっちゃんは早くから、うんうん、もう22日の段階であの出してくれました。 成立え、本会議で可決成立して、えー、平成28年より8月11日を山の日と定め、えー、祝日となるそうです。8月には祝日がないので、新規に制定した感はあるが、えー、果たして意義があるのかわかりません。8月11日は児童は夏休み中、大半の労働者は盆休みとなる昨今、まあ、祝日の恩恵は、 公務員が多く閉め、病院など国民が必要とする部署の休日が増えたりして、決して国民が喜ぶとは思われませんという、ちょっと日にち的には、日にちの場所ですよね、はい 確かにねピンとこないっていうかうん、うん、あのえらい休めるっていう日にちじゃないですもんねうん、うんまあ、趣旨もそうだ、えー、趣旨よりもこの8月1 0日はどうよというようなことなんですかね、はい、木村平さん、うん、絵に描いた餅みたいな祝日なんかいっそなくして1日8時間労働と週40時間労働を厳守した方がよっぽどいいんじゃないですかきっとこうしておけば外国から労働者が長すぎると批判されてもあれだけ労働者が勝手に働いて あれは労働者が勝手に働いているだけですよ。カレンダー見てください。こんなに祝日があるじゃないですかと言えますもんね。残業代ゼロ法案もできるし、ちょうどいいですよね、と。まあせ、他の国に対する一つの言い訳になるかもしれないと。うんうん、働きすぎの日本人。四日市の高校2年、ともきさんもね、学校はの夏休み中なんですけどね、と。まあ、学生さんたちなんかは。<laughs> 特にね。なんかな、という気がしませんいいと思っちゃうかな。うん 空気清浄医さんサービス業や僕みたいに自営の仕事をしてると、えー、不定休があ多いので、えー、祝日が増えたとしても正直どうでもいいです。どうせならテーマパークもコンビニも公共交通機関も休みになる。日本国民全員が休みの日というのを作ればいいと思います。<laughs> それにしても国会議員は他にやることないんでしょうかもっと大切なことがたくさんあると思うんですけどもね、という。うん あの強制的に休める日というのまあ混乱はするでしょうね。<laughs> まあ人間何かしら生活しなきゃいけないんで全、うん、く停止するいうのも難しいのかもしれないですけどね。ねえー、コンピューターのピーターローさんこれで年間を通じて祝祭日がない、えー、月は6月だけとなりました。うん。そうあの6月ですよ。そうあの6月。あ6月9日って休みじゃないんだ。<laughs> そうなんですよ聞けばのリスナーさんにとって最も大切なの「6月」ですよ。ねえ。何にもないっていうのはどうですガツイチモスさんからもねこれ山の日ということ海の日山の日となれば次は川の日というのがね来るんじゃないでしょうかね海山川川川これはもう途中から字が変わってますやん三本川の川から皮膚の「日」という字に変わって。 川に最もふさわしい日を考えましたって、途中から漢字がスルッと別の <laughs> なんがで ?3 本がまあ海と来て川なのに、なんで川がそんな字になった、はい、かる。川の日ですから、あの、ずるっと、むくという語呂合わせで、えー、6月9日がいいと思います <laughs> なんでです出ました。6月、出た。はい,はいはい6月9日なら、つぼ記念日と重なって、最もふさわしい日だと思います。と。はあ、まあ、いうことですかね。 なんでこの日なんでしょうね8月11日そのことにつきましてはいろいろあ柿右衛門さんからもお便りを頂い,いておりましたけれどもねはい、うん、まああのいろいろあの山の日というのはね実はもう各全国に既にあるらしいです 山の日っていうのは、はい、8月8日は岐阜の山の日岐阜県が定めている山の日です。はい、これはあの祝日とか休日ではなく、はいはい、記念そういういろんななんとかの日みたいなことで。うん、11月11日は愛媛山の日、うんえー、ということで独自のこういう山の日っていうのがあった。はい、でこの 八という数字が山の形に見えるため八と木が並ぶというからあの一一を使ってるケースが目立ちます。はい、だから愛媛の場合は一一一一、11月11日で山にはいくつもの,あの木が立っているぞということで。いといはい。で、岐阜の山の日っていうのは岐阜県にもいろんな山がこう重なるようにしてあると。はい、だから八八。8ね。8 8漢字の八の字がずっと並ぶという。 ことがもうあ、今までそういうケースがあるらしいということですよね。うん,うん、うん。まあ、で、あの、いろいろ慎重論もあったらしいんですけれどもね。はい、うん。えー、海だ、山だと言い出したらキリがないじゃないかというような。さっきの川の日とかね、はい,はい、いう話になってくるってことうん、キリないぞ、そんなもんという意見もあって、うん、あの、おもてなしの日など日本人の精神を呼び起こすような祝日があってもいいんじゃないかと。こう、山やら川やら、うんうん、ね。 逆にそういう、うん、あのね何でもまあ休みはあったほうがいいんじゃない、うん、っていう意見もあると、海やら山やら言ってたらっていう話もあれば、うんうん、もっともっと増やしてもいいんじゃないっていう話もあると。ねぇ。だから、ここにいきさつなんかも、8月11日としたのも、こうしたまあいろんな意味なんか考えて、であの8月12日も候補に上がったらしいんですけども、うん、これは日航機墜落事故が起きた日で。 ちょっとお祝いというようなこととは違和感があるぞというようなね、はい、まだ記憶もね、えー、生々しいことですので、はい、いうのはいろいろ考えがあったらしいんですかね、うん、まああのー、ね今日働いてる私たちは休みを作ってくれるとありがたいなってまあ単純には思うんですけど、うん、そうは言ってもでもそのお盆に近いとか夏休みの真っ最中とかもともともうすでに休んでるっぽい感じのところにわざわざ設定する 意味は、うんで、結局、だって実質的には休んでる人が多い日にちなわけでしょ、今までだって。何も変わらないのに、こう制定することによって、変なお金が動くだけなんじゃないのっていう感じがしますけどね。あまあ、これ、今までは15日のこの祝日があったのが年間、うん、16日に今度、増えますよということでありまして、これは昭和の日とか緑の日を定めた平成17年以来の、うん。 ことで再来年から実施されますよ。なんかこうメリットとかいいこととかあるのかなどどうなんでしょうね。まあいろいろ思惑はね、うん、あったりしますけども、友木希組はなんかの高校生休んでますもん。学生さんなんかは特にね、あまりありがたみないという若い人は特に,に、ねうん、そんなふうには思うんでしょうかね。ねはい。